やっと一段落したか。こんな日は窓際で魚をつまみつつ一杯やるに限るな。お父さん。ん？どうした？いきなり。お父さんお仕事終わった。だからアルルと一緒にいる。ああ、そうだったのか。みんなとは仲良くしてるか？うん。ゆずっちとかみち、一緒に蜂蜜食べた。うるお姉ちゃん、果物くれた。カルラお姉ちゃん、魚くれた。とうかお姉ちゃん、お菓子くれた。そうか。なんか、みんな食べ物のことばかりだな。ま、仲良くやっているようでよかった。ん、エルルはどうした？お姉ちゃん、苦いの飲ませたり、湿るの塗るからや。苦い？ああ、薬のことか。アルルは結構無茶なことを平気でするからな。しかしそれはみんな、アルルのためなんだぞ。お姉ちゃんのこと嫌いか？大好きなんだろ？うん。エルルーもアルルーのことが大好きなんだよ。だからアルルーが大変なことにならないよう薬を飲ませる。それでアルルーに嫌がられてもわかるだろ？なんだ、眠いのかい？さて、どうするかな。失礼つかまつります。トウカか。入れ。どうした？は、正常にお願いした木々があり、参上いたしました。どうした改まって。言ってみろ。は、僭越ながら申し上げます。どうか、それがしに正常のお蕎麦好きを命じていただきたいのです。お蕎麦好き？お蕎麦好きか。常に主君のそばに控え、補佐や護衛を担う者。以前お蕎麦好きの話はあったが、身の回りのことはエルルーがやってくれていたということもあり、特に必要と感じていなかったので、結局は不要ということになったが、補佐をする者なら間に合っているが。お蕎麦好きと補佐は別物であります。お蕎麦好きとは、いわば盾であり、刀であり、影、正常の身に降りかかる危険を、いかなるものを犠牲にしても排除する者。恐れながら、エルルー殿にそのような真似はさせられませぬ。それはそうだが、トウカにもそんな命を捨てるような真似はさせられんぞ。正常の心遣い、痛み入りまする。ですが、それがしはエヴェンクルガ。それで散るのならば、本懐であり、誇りにございます。しかしな。八回にございます。ん？それがしがここに立ち、確実に八回、正常の首をはねることができました。正常はあまりに無防備。それが正常の人柄であり、故に民から愛されているのだと感じております。だからこそ、正常を守りするためのお蕎麦好きなのであります。それがしは敵対していた身、未だに信用を受けぬものと思いかもしれませぬ。ですが、このご恩義に報いるため、その信頼を得る気を、どうかそれがしにお蕎麦好きの役目命じください。困ったな。さすがにここまで頭を下げられると。分かった。そこまで言うのであれば、お前に蕎麦好きの任務を与える。以後頼むぞ。正常、御意に、これよりお蕎麦好きの任に入りまする。トウカ、もう少し楽にしてもいいんだぞ。というか、楽にしてくれ。息が詰まりそうだ。いえ、
正常を守りするにはこれでも足りませぬ。正常、定時報告に。声が小さい。は、はっ、定時報告に参上したであります。ふむ、ご苦労、下がってよし。はっ。報告書にございます。あ、ああ。さて、どうするかな。眠れん。いや、眠れるわけがない。この状態で熟睡できるやつはよほどの強胆か無神経のどちらかだ。このおそば好きをすると言っていたが、こう見つめられては。どうか。は、ご用でありますか。いや、ずっとそうしているが、十日は休まなくてもいいのか。もったいなきお言葉ですが、ご心配には及びませぬ。それがしらはこのままで休む術を心得ておりますゆえ。ですのでお気になさらず、どうかごゆるりとお休みを。うん、休めるわけがないだろう。あの、もしやご迷惑でありますか。いや、そのようなことは。助かる。そうでありますか。安心いたしました。では続けさせていただきます。なんで迷惑だと言えないかな、私は。仕方ない。とにかく無理にでも眠ろう。眠れん。正常。こんな時は飲むに限る。十日も一献付き合い。ですが、それがしは酒気を帯びるわけには参りませぬから。堅苦しいことを言わず、一杯だけ付き合い。一人で飲むなど味気ないことこの上ない。ですが。あまり深く考えるな。なんならこれもおそば好きの役目と思えばいい。はあ、そこまでおっしゃられては断れませぬ。では一献だけ。色が澄んで、これお酒なのですか。こういう酒を飲むのは初めてか。新しく蔵を作らせてな。これまでのように濁りではなく、一度こしてから寝かせたものだ。まあ飲んでみるといい。は、それでは。これはうまい。そうだろう。濁りもあれで味わい深いが、こちらには澄み切った酒のうまさがある。どうだ、もう一献。はい、いただきまする。もう開けてしまったか。ん？どうか。どうか。眠いのか。そのようなことはありませぬ。そのようなことは。どうか。なんでござりまするですか。眠いか。そのようなことは決してありませぬ。あまり無理をしなくていいんだぞ。無理などしてませぬ。無理など。本当か。本当であります。ならいいが、
とりあえずこの指先を見るといい。指先？この人差し指を。人差し指。眠いだろ。な、眠くなど。なんならもう休んでもいいんだぞ。めっそうもありませぬ。主より先に横になるなど、ヘヴェンクルガの誇りにかけてそのような真似はできませぬ。そんな大げさな。そこまで言うのなら何も言わないが。どうか、どうか、どうした。目を開けたまま寝てる。おい、どうか。どうか。今度は目を覚まさなくなった。どうか。まさかここに転がしておくわけにもいかんし、仕方がない。よっと、結構軽いな。やれやれ、こんな寝癖が悪いとは。一度寝たら今度は目を覚まさんし。ところで、私はどこに寝たらいい？まさか、トーカは？目が覚めたか。正常。申し訳ございませぬ。それがしとしたことが、ヒラにお許しを。まあ気にするな。誰でもこんなことはあるとは思えんが、こうでも言っておかないと。とわかのことだ。いえ、なんたる恥。かくなる上はこの命を。だからそれはやめろ。ですが、このような失態を犯してはそれがしの気が収まりませぬ。だから腹を切るどうこうではなく、もっと別なことで挽回すればいいじゃないか。わかりました。これからはさらに勤めに励まさせていただきます。頼む、それもやめてくれ。